14歳の少年少女が紡ぐ終わりなき螺旋の物語。思いっきり転んで何回でも立ち上がれ。落ち込んでいる暇はない、yeah、人生は短い少年よ大志を抱け。たとえくじけそうになっても物語の主人公は他の誰でもなくて君自身なんだって。決して忘れない。ラストピリオド終わりなき螺旋の物語テレビアニメ化決定。うにゅ、はよ見せろ、今見せろって無茶言わないで。